本の通告があります。順次これを許します。稲富修二君。私は立憲民主党社民無所属を代表し、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案について賛成の立場から討論を行います。ワクチンの接種は国民の命と健康を守るベネフィットを有するものである一方、国民の体に深刻な影響を及ぼすリスクも抱えております。立憲民主党は国民の皆様が納得して接種することができるように新型コロナワクチン5原則を取りまとめ、田村厚生労働大臣から同意する旨の答弁をいただきました。すなわち政府はリスクとベネフィットを包み隠さず、最新情報が更新されるたびに迅速に説明すること、政府がリスクとベネフィットをどう比較考慮して接種を判断するのか、分かりやすく科学的根拠に基づいて説明すること、接種対象者の選定や優先接種者の決定を行う場合は、その科学的根拠を示した上で国民の意見をよく聞き判断すること、接種についてはあくまで個人の判断とする、その判断のために国民が求める情報はタイムリーに迅速的確に届けること、副反応を含め疑い事象について相談窓口を周知し、迅速な対応と情報公開を徹底する、救済制度のさらなる充実を図ること、以上であります。来年前半までにすべての国民に提供できる数量を確保するという目標を急ぐあまり、問題のあるワクチンを購入するようなことがあってはなりません。以上、討論終わります。ありがとうございました。宮本